はい。ということで、滝道でございます。えっ、ー、と、まあ今日は、松田スタジアム現地に行って応援をしてきました。えっ、ー、と、まあゴールデンウィークの、えっ、ー、と5月、去年の5月4日以来の松田スタジアムでした。いやまあす、すごい野球日和というかもう天気のいい感じでしたけど、まあ試合は、お居住の方はもう何も言うことはないでしょうということで、 まあちょっと、あの、まあ、解説というか、まあ、簡単にちょっと見ていきましょう。ま,あ、まず、えっ、ー、と、先発が、えっ、ー、と、赤押し投手。で、向こうが、もう、もう点滴以上の言葉が必要な床田選手でしたね。で、えっ、ー、と、まぁ、あ、一回3人で終わった後、そうですね、まあ結果的にはこのマクブルーム選手の空振り三振で終わってれば、 あのー、まあ3アウトだったのでまあ結果的にはそれで赤星投手のあのー、実績点がまあ今回はゼロだったっていう形にはなりましたけどまあちょっと現地で見てて思ったのが赤星そう赤星投手いやいつもだったら150出たのに今日スピードが見ても145弱しか出てないなって思ってちょっと内心やばいなって思ってたら本当にそのとおりになりましたいや今日ちょっと友達と見に行ってたんですけどその話をしてて もう、見事的中ですよ。こんなこと的中しちゃいけんけど <laughs>。で、個人的には、あの、初スタメの矢野選手。いやー、すごい選手でした。いやー、鋭いバッティングでした。で、えーと、まあ、矢野選手で終わってほしかったんですけど、まあ、床田投手にも打たれて、結局、6-0。いやー、久しぶりにやられましたね <laughs>。っていう感じです、初回から。 で、その後の回3人で終わって欲しくなかったな、っていう感じです。で、まぁ、あ、2回も、やっぱり、エラーが絡んでの。まぁ、あ、これはもう、花からの失点なので、実績点になりますね。いやー、小園選手3アンドですからね、今日。で、えっ、ー、と、3回、ポランコ選手のホームラン。超弾丸ライナーでした。怪我に出んかったかな、っていうレベルで。いやー、まあ、これで、ちょっともな盛,りが盛り上がりました。だからなんだっていうレベルでした。<laughs> で、えっ、ー、と、そっからは3回、4回表までは特に何もなかったんですけど、4回目エラー2つでしたね。4回。いやー、岡本選手と、ね、増田大樹選手。いやー、本当変わってきたところにボール飛ぶっていうのは本当ですね。これは <laughs>。びっくりびっくりですよ。で、えっ、ー、と。で、まあそっから、上本選手にもタイムリーを打たれたと。 まあ、ここからなんですけど、まあ、ピッチャーが、ええー、と、まあ、先ほどの回から、大江投手に変わって、大江投手、平内投手。すごいですね。5回から8回まで点を取られませんでした。まあ、すごいすごい。<laughs> いや、どうすごいんだ <laughs>。で、ええー、と、まあ、7回、ラッキーセブンの攻撃、チャンス作りましたけど、まあ、結局、点は入らず。で、ええー、と、7回。 7回も、すごいかったですよ。これ圧巻でした。平内投手の3者連続三振。いやー、すごかった。で、吉川直樹選手のフェンス直撃スリーベース。もうちょっとでバックスクリーンでした。いやー、本当に惜しかった。で、サードゴロの間に1点と、大川選手の宇宙間へのホームラン。いやー、これもまた弾丸ライナーでしたね。で、まあ、岡本選手も苦し紛れに1本ヒット打ちましたんで、 まあ、状態はそこまで悪くはないんじゃないかなと思います。まあ、えっ、ー、と、トコダ投手の関東は阻止はしましたが、まあ、結局、ノックアウトされ、る前にノックアウトされちゃったんで、何を言ってるんだノックアウトする前にされちゃったんですね。で、えっ、ー、と、あとは、あ,あ、そうです、ここ、ここ。えーし、中山選手がプロ初出場しました。いやー、すごいですね、高卒2年目で、 中山選手。いや高卒2年目でプロ初出場いえば、まあ、戸郷選手だとか、横川選手とかも、かまあ、もっと坂の上れば坂本選手、いや、坂本選手は、プロ1年目から出てましたね。まあ、そんなところで。で、まあ、最終的には、まあ、ランナーは出しましたが、ゲームセットと。いやー、ちょっと、僕はあんまりイライラしないタイプです、が、 まあちょっと今日は見てて、ちょっと何回も顔をもう覆ってしまいたくなるような試合でした。いや現地の方皆さんお疲れ様でした。まあ打撃成績は9アンダーなんで、まあそこまでひどいなっていうほどではないんですけど、まあなんせエラー4つが目立ちます。で、広島よく打ちます。いや鈴木聖也選手が抜けてどうなる って言われてましたけど、強い。強すぎる。いや、素直に認めないといけません、こういうのは。で、えっ、ー、と、赤星投手、まあ、失点12ですけど、実績点は3でございます。なかなかないですね。<laughs> で、えっ、ー、と、僕が現地観戦で、えっ、ー、と、見た得点差は、まあ、5対16で11点差だったんですよ。あの、それに次ぐ第2位の失点で、失点差でございました。いやー、 残念だったな <laughs>。という感じでございます。まあ、でも、いや、個人的には赤星投手、5回ぐらいまで引っ張ると思ってたんですよ。あの、カード頭で、で、かつ、3連戦、阪神に負け越してますし、ういや、できるだけ長いイニング行くだろうなっていうのは思ってて、まあ、そこはおおよそ合ってたんですけど、まあ、5回は行けなかったと。<laughs> いや、でも、 正直言うと、負け試合で、ピッチャー二人で済んだっていう、中継ぎ二人で済んだっていうのはちょっと、これは大きいなって思いました。中継ぎ二人のピッチング、ナイスピッチングでした。まあ、明日は多分、赤星投手が抹消になるので、遠征に出ている桜井投手が一軍に登録されるのかなっていう感じだと思います。まあ、どちらかが多分ベンチを外れるので、いやまあ、できれば統合投手なんで、7回まで行って、 まあ、どっちが出るんでしょうね。桑原投手、今村投手。で、やっぱりな、まだ生の、あの、大勢投手見てないので、ちょっと見てみたいなと思ってます。ということで、まあ、こんなところでございます。明日こそは勝ちましょう。竹内でした。